こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回も質問がありまして、In Case You Missed It っていうアートブレイキージャズメッセンジャーズの後期の方の定番曲で結構有名な曲ですね。別名でフラーラブという別名が同じ曲なんですが、別名がついています。アートブレイキーはたまにね、こういうジャスティスっていう名前をジャスティン・ジャスト・ミーの替え歌の「エビデンス」という曲を「ジャスティス」というふうに名前を変えて演奏したりしてますが、これもそうですね。「In Case You Missed It」っていうのも「フラー・ラブ」っていう仮設フラーのフラーだと思うんですが、「フラー・ラブ」っていう名前がついていると思います。この曲に、ずっと「うたたたらたたたたたつたた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 」っていう、ずっとこう A メロのとかずっとそれを決めてるんですね、ピアノが。ここの処理をどういうふうにすればいいですかというお話だったんですね。詳細の方にそのフラーラブの定番のやつを貼っておきますので、聞いていただければわかるかなと思いますが、そこの決めの部分ですが、まずはその軽めに合わせたり、がっつり合わせたりっていうのは、これは自分で間引いていくわけですね。だからがっつりずっと決めてて、4ビートに抜けた時のスピード感をキープするのか、それかスピードをずっと保ちながらこう軽く決めておく方がいいのか、これはもう個人のもう思い入れで全然構わないし、1コラス目、2コラス目、3コラス目と変えていって展開しても構わないし、そこの部分はもうずっと同じ色にするっていうのも自分の組み立ての一つなんですが、まあいくつか選択肢がないと組み立てようがないですから、組み立てたやつをまず一番軽いバージョン、軽いバージョンはレガートを絶やさないということ。でも最後のダーンタッタッタは決めましょう。なので、決め方ですね。これはスネアだけで決めてもいいし、バスドラも、まあいろいろ変えて自分が思うように歌えばいいですね。前回の決めの時とも言いましたが、ユニゾンしてる時はあんまり上下関係なく自分対旋律なんで、リズムが合ってればどっちを選んでもらっても全然平気ですね。これはボサノバでも質問がありましたけど、なんか自由だと思うけど気をつけとくことはなりませんかっていうんですが、まあ基本レガートがベースとこうずれてないとか、そういうこうリズムが崩れてなければ基本的には自由ですね。なので対旋律を作ってるのか、ユニゾンに行ってるのか、自分が意識してできてれば全然構わないですね。もう一個の方ですね、次中くらいですね。これはちょっとキメを入れてみます。決めてもらえばちょっとガシャガシャするんですが、テンポも速いし、これぐらいで決めておくとこうがっつり感は出ますね。さらにテンポもうちょっとゆっくりだったりとかすると、この間をみたいにしてもらってもいいかなと思います。こういう具合の決めで、そうすると3回同じのが来て、ダーンカッカッカーっていくので、真ん中はターゲットノートを次の3回目に設定して、要はどっかに向かってれば途中分離しても構わない。3回フレーズがあるから、特に2回目っていうのはなんかこう変化をつけた方が面白いということで、ちょっと作ってみました。こういった形で通り抜けるのもありかと思います。例えばですね、なので演奏中はこんな感じでいろいろ混ぜ合わせて演奏することが多いんですね。で、こういったフレーズを作るのは自分でどうやって作ればいいかっていうのが、なかなかこれはレッスンしにくかったんですが、僕は画期的な教本を作りまして、今回販売するに至りました。詳細の方にリンクが貼ってありますので、もしよければちょっとその販売ページの方を見ていただいて、
日本のビッグバンド界がものすごくこう発展していただければ全然いいかなと思って制作しましたので、ぜひ一度、覗いてみてください。どうもありがとうございました。